今回は慢性前立腺炎についてです。これは幅広い年齢の方に多い慢性骨盤痛症候群とも言われます。慢性前立腺炎は実態のつかめない患者さんにとっては辛い病気です。最近コロナ禍で外来受診される患者様が増えています。視聴者の羽鳥さんからいただきました質問です。下腹部あたりのズキズキと電気が走るような痛みを感じることがあります。神経的な痛みの可能性があると思いますが、時に排尿時に痛むこともあります。この症状は前立腺炎なのでしょうか？慢性前立腺炎は疼痛、不快感、頻尿など多岐にわたります。明確な要因は検査で証明されないこともあります。治療に難渋することがあり、治療期間が長くなり、病院を転々とされてしまうことがあります。それでは動画の内容です。朝は調子がいいのですが、デスクワークで夕方まで座っていると、ここ最近下腹部や股のところ、足の付け根が違和感を感じることが多くなりました。このような症状はもしかすると慢性前立腺炎かもしれません。前立腺炎は急性のものか慢性のものか、細菌感染があるか細菌感染がないかで分けられます。例えば発熱が出て抗生剤が必要な急性細菌性前立腺炎や、今回の細菌がない慢性前立腺炎などに名前が分かれます。それでは慢性前立腺炎とはどんな病気か解説します。慢性前立腺炎の原因ははっきりと解明されておりません。慢性前立腺炎の 90% が細菌がなく、通常の尿検査などで細菌は見つかりません。下腹部の慢性的な痛みや不快感といった症状をまとめて慢性骨盤痛症候群と呼びます。慢性前立腺炎の要因として、排尿障害による尿の前立腺内への逆流、前立腺周囲の血流障害や、骨盤や下半身の感覚神経の痛みや痺れが一因になっていると考えられます。喫煙や過度な飲酒、体や足の冷え、冷たい飲み物の飲みすぎ、疲労や精神的ストレスも症状を悪化させる要因になります。症状は多彩で、人によってその症状は様々です。下腹部や股のところの陰部、肛門の周囲に違和感や不快感、人によっては痛みの訴えがあるのは慢性前立腺炎かもしれません。その症状は患者さんによって様々です。2020年からコロナの影響で通勤することが減り、在宅ワークになる機会が増えました。在宅ワークだとずっと座ってエンドレスに仕事をしていませんか？通勤がなくなり運動ができず体重が増えてしまいます。そのような悪い条件で前立腺が圧迫され症状が出ることがあります。また半ズボンで足元が冷えたりすることで血流障害が起き、症状が悪化することもあります。サドルにまたがる乗り物を仕事や遊び、通勤で使用していませんか？サドルが当たる場所に前立腺があります。乗り物の振動もあまり良くありません。仕事で自転車を多く乗る場合は注意が必要です。慢性前立腺炎の症状による分類法を解説します。参考にさせていただきました書籍です。概要欄に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。本書では7つのグループについて分類しております。排尿機能は、頻尿や尿意切迫感などの排尿する際にある症状です。心理、社会学的要素は、臨床的に、うつ状態、無気力で、絶望的な感情があること。膀胱、前立腺の異常は、前立腺部の圧痛を、認める場合です。超音波で前立腺に広範囲な切開化を認めることもあります。感染とは、
発熱がある細菌性前立腺炎を除く炎症で前立腺液に炎症を認めることもあります。神経症的要素は腹部や骨盤を越えた場所の痛みです。骨盤の底の筋肉の痛みがあることがあり、外来受診される慢性前立腺炎の患者さんの主訴によくあります。性機能の障害がある方もいます。この7つの分類の英語の頭文字を取り、このように表現します。このポートフォリオでその割合を見ます。割合を多く占めている症状や所見が重篤であると判断します。外来を受診された方で、トイレが近く、痛みがあり、我慢ができないので受診された患者様の場合。この場合、割合は、このようになります。困っている、主な症状の一つは、トイレが近いという排尿機能の障害があり、次に、骨盤部の痛みが、骨盤底筋群の緊張の項目になります。特に股の痛みもあることで、前立腺部の圧痛を認めます。次に、慢性前立腺炎の検査についてです。残念なのですが、尿検査、血液検査、CT 検査などでは異常がなく、診断に難渋してしまうのが、この慢性前立腺炎になります。機械の性能が良くなり、最新の超音波検査で異常所見を確認することができるようになりました。そこで、高橋クリニックの高橋院長は、前立腺の大きさに関係なく、前立腺の形の変化に注目しております。こちらのエコーでは、前立腺結石が確認できます。排尿トラブルが長期間続いていると、できてしまいます。膀胱重層筋の変形や、エコーでは見えないはずの膀胱括約筋の露出、膀胱出口の V 字変形などが認められます。このような異常があった場合、何かしらの排尿トラブルが以前からあったことを疑います。次は治療についてです。保険適用外の治療になることもあります。この分類に分けて解説していきます。まず最初に、頻尿などの排尿機能の治療についてです。我が国で最も使われている慢性前立腺炎の治療薬であるセルニルトンは、抗炎症作用により症状の改善効果を示すと考えられています。慢性前立腺炎でも出にくさや頻尿などがある場合、α1 遮断薬が用いられることがあります。ただし、これらは前立腺肥大症の保険適用でありますので、若い方には保険適用外になります。また、尿意切迫や頻尿がある場合、過活動膀胱の治療薬である、抗コリン剤や β3、作動薬を使用することもあります。次は、感染についてです。抗生剤は投与することがありますが、前立腺組織移行性が優れている、乳機能論系が良いと考えます。本書でも書かれていますが、治療効果が良いのは、抗生剤投与歴がなく、症状が出てから1年未満の患者さんに有効とされます。最後に、痛みについてです。骨盤底筋群の緊張と、神経症の痛みの治療についてです。骨盤底筋群の緊張は、腹部や骨盤底部の筋痙攣部や痛みの場所を特定でき、触ることができる場合は、まずは内転筋をほぐすストレッチなどの体操がおすすめです。かかとの下にタオルを置き、足首を内側に向けて、ゆっくり外側に動かすことを、左右10回、1日2回程度を、毎日継続してみましょう。痛みがある場所がわかる場合は、マッサージなどの理学療法や針治療を進めます。時に筋肉を緩める、筋弛緩薬を用いることもあります。まずは、運動や体操で、お尻の筋肉、足の内側の筋肉を、
ほぐすことをしてみましょう。慢性前立腺炎は痛みを主訴で来院される方が多いです。痛みに対してロキソニンが効かない場合は、急性炎症による痛みや筋肉や腱などの運動器の痛みが原因でなく、神経障害による痛みが原因である可能性が考えられます。神経症的要素があれば、他の病気から来る慢性前立腺炎が現れている可能性が高く、まずは全身疾患への治療や神経障害性疼痛に準じた治療を行います。セロトニンおよびノルアドレナリンの再取り込み阻害薬のサインバルタは神経障害性疼痛に効果があると考えられます。うつ状態や精神的要素が強く関与する疾患では効果が現れやすいことはよく言われております。神経障害性疼痛の第一選択薬でよく使用されるリリカは、有効性を示す文献はまだ少ないです。最後に注意すべきことについて早足で解説します。長時間の座りすぎに注意しましょう。アルコールの飲みすぎに注意しましょう。硬いサドルでの仕事のしすぎに注意しましょう。慢性前立腺炎は泌尿器科、専門医、大学病院の先生方でも治療するのに特効薬がなく苦労する病になります。普段からできることとして、ぜひ下半身を温めることを心がけてください。今回の動画は以上になります。この動画が良かったよという方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。